最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はラビニア・フォンタナ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ラビニア・フォンタナ先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 ラビニア・フォンタナ先頭だ。残り 100m、 ラビニア・フォンタナ粘る、一気にゾーマ、外から一気にゾーマ、ラビニア・フォンタナ、ラビニア・フォンタナ1着、2着にはどうやらゾーマ、勝ったのはラビニア・フォンタナ、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ミッドナイトアース、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。富士奇跡、前に行きそうです。ルソー、それに続いています。さらにはミッドナイトアース、8番ミルフォードメール、その後ろ、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。ミッドナイトアース先手を取りました。富士奇跡、好位をキープ。その後ろからはブレイクアーク、その外からベルモントカード、内からはエンタイヤ、並んで8番ミルフォードメール、その外にシャインシューズ、その隣にシングスピール。さあ先頭はルソー、後続を引き離す。2番手は富士奇跡、これは絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ルソー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は富士奇跡、先頭を捉えるか。やはり富士奇跡先頭だ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭は富士奇跡先頭。2番手はシングスピール、あと 200m、 富士奇跡先頭だ。富士奇跡先頭、シングスピール迫る、やはり強い富士奇跡1着、2着にはどうやらシングスピール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。富士奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。リアルタバスコ、前に行きそうです。ボラス、それに続いています。さらにはミリオンベッド、1番ソウルグレース、その後ろミスティーハッピー、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはリアルタバスコ、3番イクノディクタス、2番手を追走ボラス、すぐ後ろ、その後ろにイージーシャワー、ミリオンベッド、そのうちに続いています。その外にクワイエットベルベール、赤の帽子、セイントドリーマー、その後ろ、各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはリアルタバスコ、間が空いてボラス、並んで14番、クワイエットベルベール、好位置をキープしています。イクノディクタス、これに続くのがイージーシャワー、内からはミリオンベッド、その外からセーヌブリザード、その隣にセイントドリーマー。さあ先頭はまだ16番リアルタバスコ、2番手はイクノディクタス、これは絶好の手応え。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はイクノディクタス、イクノディクタス先頭、2番手はリアルタバスコ、懸命に追いすがります。やはりイクノディクタス先頭だ、イクノディクタス先頭、残り 200m、 イクノディクタス先頭だ、残り 100m、 これは強い。2番手はセーヌブリザード、イクノディクタス今ゴールイン、段違いの強さです。イクノディクタス1着、2着はセーヌブリザード、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはホワイトマズル、キラーマックス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくホワイトマズル行きました。続いて前へ行くのはキラーマックス、さらにはラリタブライアン、16番何度、その後ろミシル、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から、先手を取ったのはホワイトマズル、7番ナリタブライアン、2番手を追走しています。その外にキラーマックス、その隣にグリーンサウンド、内からはデズード、さらにはユーザーフレンドリー、その隣にナンド、その横にエルナンド、すぐ後ろにキングズシアター、その隣にマーケットブースター、その横にオイスターモントレー、バランシーン、この馬もこのグループ、その外にハイフレンドイースト、さらにはデルニエランプルール、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはグリーンサウンド、その後ろからはホワイトマズル、ナリタブライアン、好位をキープ、キラーマックス、それに続きます。赤の帽子ユーザーフレンドリー、その後ろ、その外にナンド、並んで13番エルナンド、すぐ後ろにデズード、その外からキングズシアター、並んで15番ハイフレンドイースト、マーケットブースター、この馬もこのグループ、すぐ隣にバランシーン、先頭は依然としてグリーンサウンド、2番手はナリタブライアン、絶好の手応えです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはナリタブライアン、ナリタブライアン先頭、引き離しにかかる。2番手はグリーンサウンド、懸命に追いすがります。やはりナリタブライアン先頭だ、あと 200m、 ナリタブライアン先頭だ、後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ナリタブライアン1着、2着はデルニエランプルール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ナリタブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら盛岡競馬場から交流重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オーシャンチャーム前に行きそうです。これに続いてアメージングレイス、その外に名勝ホームラン、並んで10番フローマッチ、バーブルジャガー、この馬もこのグループ、すぐ隣にローリエアンドレ、後ろからの競馬になりました。ライブリマウント、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。黒の帽子ノースバージャン、その後ろ、その外にサンドスペシャル、さらにはオールド太陽、最後方に北芝スペイン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番オーシャンチャーム依然として先頭、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてオーシャンチャーム、オーシャンチャーム後続を引き離す。2番手はアメージングレイス、3番手にライブリマウント、絶好の手応え、大外からピンクの帽子ライブリマウント伸びてきた、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはライブリマウント、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい、これは強い。2番手はアメージングレイス、完璧です。圧倒的な強さを見せましたライブリマウント。1着2着はアメージングレイス、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはライブリマウント。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はベストフラッシュ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はメープル太陽、先頭を捉えるか、ドクターエトワール、いっぱいになった。残り 200m、 ベストフラッシュ先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい、ドクターエトワール抜けた、メープル太陽追いすがります。ドクターエトワール、ドクターエトワール1着、2着にはどうやらメープル太陽、見事に勝ちました。ドクターエトワール、メープル太陽2着止まり、しかし何とか面目を保ちました。